17×13 は、あ、呼び仮名、呼び仮名、お前それ俺間違ったやつじゃん、お前はい、どうも、ジェシャルのヒデです。セナです。セナです。はい、今回ですね、クイズやっていきたいと思います。クイズの内容はですね、ほとんど一般常識でやらせていただきます。一般常識で、一般常識ありますよね。はい、大丈夫です。もういい大人ですよね。はい、じゃあそういうことで、私もですね、いい大人なので答えられるように頑張っていきます。はい、今日の企画なんですけど、はい、古川のバカ王決定戦ということで。いや、古川はまだちょっとあれなんじゃない。まださ、JCR にしてもらう。古川のバカ王決定戦ということで、この2人の大バカ対決をやっていきたいと思います。え、だけどお前さ、これ以上バカ呼ばれするのよくないから、これ以上バカ呼ばれするのよくないから、つまりこれバカじゃないから、これキャラだから。ちょっと社長ね、飽きちゃうから早くやろう。すいません、冗談で、冗談さんすいません。第1問は、デデンデデン数学が、プンプン、え、何ですか。数学から出しますよ。数学ね、これ常識の数学。じゃあ早く正しい答え書いた方が勝ちね。早く、うん、あ、まあ答えがもしどっちかが正解だったら早かった方が勝ち。でもさ、じゃあ俺普通に見えちゃう。いくよ。17×13 は、何個入ってるんだ。16×12 は、16×12 は、はい、お疲れさん、お疲れさん、まあいい、はい、とりあえずいっぱい。 17×13 は、はい、嘘でしょ。できた、うん、嘘でしょ。やばい、俺全然わかんないっすわ。はい、あ、間違えた、間違えた、ちょっと待って、今のところ2人とも不正解。嘘でしょ。それどうやって計算したの。いや、やばくない。え、嘘でしょ。なんで。あ、はい、OK、最初の221だってたんだ。上に書いてたやつ、221。ヒデは、ヒデは出た。ファイナルアンサーです。セナそれね。俺書けば分かるよ。社長はもう暗算でいけますか。暗算はできない。うん、やべ、俺分かんない、マジでガチで分かんないです。今セナ答え出てるけど、ヒデがあって言ってセナが外れてたらヒデ勝ちだから。これ、え、だってこれ以外の計算方法なくない。じゃあ俺191。はい、セナ221。えー、なに、どっち上221。俺191。正解はセナ正解です。あ、これはさ、できるでしょ。うわ、なんでそうなっちゃった。待って、最高、間違ってたからね。え、違う、あの最初こっち書いて、あれって思って121って書き直したけど、やっぱ、はい、今どういうポイントで書き直したんですか。あの、繰り上げして200になるでしょ、うん、なんだけど、繰り上げのことを忘れてて、あ、1じゃんと思って1にしちゃったの。あ、正解。さすがだ。待ってね、いや違う、これね、足し算だったわ。足し算してたわ、一人。足し算してたわ。ねえ、それレベルが違うばかじゃない。ちょ、これさ、あんまりポンコツすぎからさ、はい、あの、わざと間違ってますってして。ちょっとヤバすぎやちょっと、これだけさ。冷静に考えたら大丈夫だよ。漢字問題でどう。はい、いいね。うわ、えぐいな。じゃじゃん、第2問漢字、これです。あ、読み仮名、読み仮名。お前それ俺間違ったやつじゃん、お前。で、ちゃんとほら、アレルギー物質27品目使用してませんで。アレルギー物質27品目、うん、疲れる、調子いいよ。間違ったやつだったら、学んだら覚えてくれ。うん、いや、俺はそれ、品目って言ったんすよ。アレルギーじゃないの。なんで言うの、それは。書いてる、ちゃんと言うから、今書いて発表するシステムだから。ちょっとそういう出し方ちょっと違うじゃん。違う違
違ってない。今日かわすぎて。でもなんかヒデさんと一緒だったら死んだりする。2人とも同じ答えってことは正解じゃない？もう正解だよ、いいじゃん。正解じゃん。俺なんか姫って言うけどいいだけじゃん。え、でも姫じゃないの？いや、違うよ。じゃあヒデ答え何だと思う本当は。いや、わかんないっす。なんかね、27品目とかなんか。あ、17。そうそうそう。何種類みたいな。私わかった。お、じゃあまあどっちも外れだから。え、いや品目だ。目でしょ。品目。27品目。あ、正解。でもね。正解。俺も思い出した。言葉に出すとわかる。正解です。第3問。漢字これです。ハンマ一般常識出せっつったじゃん。読めたかな。この間買ったやつでしょ。こちらの商品は。漢字読めない。杉天使。杉天使です。俺ら学校行ってねえから理科出てる。何ですよ、乗ってそこ乗ってそこ。第4問、英語です。思いつく中で一番難しい単語を書いてください。自分が知ってる一番難しい単語。制限時間は40秒です。え、待って待って待って、え、英語が出てこない。単語、うん、英語で、英語で、え、英語が出てこない。まず英語、英語だってほら答え読んじゃん。難しいのこれ。そう、残り時間20秒。そんなに本当に出てこない。15秒。はい。5。いい、2人とも。うん。せーの。JCR。リコーズ。あれ、ほら、回悩んでる。回悩んでる。単語でしょ？うん、単語単語。単語じゃないじゃん、これ。どっちも正解です。なんで？リコーズ。惜しい。じゃあ、イット。セナ、惜しい。じゃあ、イット。ローマ字が違うってこと、うん、スペルが分かるやつが一番難しいやつ。はい、じゃ、せーの、ドン。ボックス。ビューティフル。なるほど。どう、自信は。いや、ボックスがいいと思う。難しいと思う。BOE です。合ってるよ。でしょ、うん、セナビューティフル。確か難しいよね。ビューティフルって分かるけど、ビューティフル結構合ってる。素晴らしい、素晴らしい。美しい、美しいね。ヒデ、これ合ってる？スペル。これ、うん、合ってる。セナ、セナ。合ってる。ビューティフル。ビューティフル。合ってる。じゃあセナの勝ちじゃん。え？合ってるならセナの勝ち。いや、合ってる。だってボックスよりビューティフルの方が難しいよね。いや、違うんだよね。B の書き方が、あ、いや、O とか X の書き方が難しい。あ、セナにも B 入ってるよ。あー、そっか。ここ薄かったんだな。ここですか。3書いて1書いてるようになったの。え、ヒデ、それさ、ビューティフル、スペル合ってるの？合ってる、合ってる。合ってる。じゃあセナ1点。ありがとうございます。ちょっとさ、うん、もうちょっとなんか違うのをちょ欲しいよね。なんかじゃあバスケ何とか。ああ、バスケ系ね。じゃあバスケのちょっと調べとくから、その間に第5問、思いつく中で一番難しい日本語を書いてください。漢字、日本語、日本語、日本語、単語、単語、うん、あ、漢字なら漢字で、ひらがなありで一番難しい単語、用意スタート。どういうこと、漢字を書けってこと。そんな違う。はい、書きました。できた。セナは一番難しい。え、キーだよ。下克上。え、こういうさ、四字熟語ありますよね。四字熟語。ちょっとさ、セナさ、一字が万字ってどういう意味か教えて。一回ダメだったら8回もダメだよってこと。一回やってダメだったら8回目もダメだよってこと。合ってる？うん、ヒ
ヒデじゃ下克上ってちなみにどういう意味？下からグイグイのし上がる。すごいじゃん。じゃ知ってもらえちょっと判定難しいな、ね、あ、じゃあどっちも1ポイント、うん、じゃあ3対1ね、うん、でもさ、質問者ワンチャンポンコツみたいな、なんか確かにあるよね。じゃあ第6問いきますよ。でーでーバスケクイズです。はいはい、審判に対して抗議やヤジを飛ばす行為をなんて言う？はい、私これで何回も退場させられた。はい、はい、じゃあ、じゃあちょっと待って、じゃあせーの、待って、自信ある、せーの、テクニカルファール、イエーイ。だから動画見てくれてありがとう、いいねとチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。